チャンネルです、今日はね久しぶりにスカイシーリングさんと、ハゼ釣り対決ということで千葉県の花見川にね電車で向かってます。はい、やっと雨が止みました。今日もよろしくお願いします。本当今まで多分一回も来たことないな。この川は一回も来たことないですね。千葉市ってあんまり来ないですよね、ちょっと都会のイメージがあって避けるじゃないですか。サルスベリ、清水台公園っていうのかな。こちらでトイレありますから安心ですね。あ、こっから、おお、めっちゃ良くないですかこれ。あ、これはいいわ。いや、これ理想的でしょ。鍋あるからあれかな、橋の下逃げた方がいいかな。 あそこいるな人。あれ色と同じだし、あれ色も全く同じだし。でかい息子さんの入学祝いに、でかいボールペンですよね。素晴らしい。ペンがこんな長いそうなんですね。結構本格的ですからね。簡単可愛い系ファミリー向けデラックスセットの、3.6m 買いました。すごいですね。よし、いい感じの仕掛けも付属で、これいくらだったんだろう。2600円、ね、キャスティングさん。生体反応がないですね。釣れてたんかも。揉んでるわ。これ他の人も他の人も他の人もを食べて切れてで僕に捕まったみたいな感じ。はい、ね、ハゼ2匹目、この辺で釣れてますね。そう、でかん釣れた。ビビった。マハゼに見えます。見えます。はい、1年もの
ってこい。ウェブタイムです。豚麺のね、混ぜそば、めちゃうまソース味だって。はい、見つけました。ありですよ、おやつおやつ。本当にあの、本当にチープな味ですこれはありだ。ソース味の。なるほどね。これはあり。でかいの、ですね。やばい。多分この場所っすよ。この場所っすよ。数少ないけど、なんか来るとでかいんだよね。でかいのかな。でけえな、ここ。でっかいっすよね。なんか釣れるとでかい。すーさん、でかいのっすね。でかーい。なんかやさらにでかいねんな、確かに。でかいっすよ、ね、一個一個でかいっすよ、ね、スカイさん、ありがとうございますはい、でっかいですよ。出ました出ました。この場所ばっかり釣れるんでね、はい、でっかい。超これ強一じゃないですか。でっかい。12センチぐらい、もっと。ハゼマンションってすごいんですね。ハゼマンション、はい、今回すごいね。びっくり。強一のやつでかっ。いや、なんかまさかこんな展開になると思わなかったです ね。12、3センチありますよね、これ、ね、なんか怖い。どんどんでかくなるんですよ。もうそろそろ終了ですかね。何匹釣れたかわかんないですけどね。今回は千葉県千葉市の花見川の、鉄橋の下ですね、こちらで私が13匹と、スーさん、これ4匹でしたね。はい。でもでっかいやつがね、結構釣れていて、すごい多分栄養がいいんでしょうね。なんだろうね。なんでしょうね。かつてないサイズ。なんかえらいでかいですね。えらいでかいマハゼさんが、いっぱい釣れましたということで、はい、皆さんもぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。はい、本日はご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。